アーサー・ヘンダーソンは、イギリスの政治家、軍縮主義者で、1934年度のノーベル平和賞を受賞した。1908年から1910年、1914年から1917年、1931年から1932年の3度に、渡って労働党の党首を務めた。ヘンダーソンは1863年に、スコットランドのグラス号で、 織物職人の息子に生まれた。10歳の時に父親が亡くなり、その後イングランドの入荷するアポンタインに引っ越した。ヘンダーソンは12歳の時から機関車工場で働いた。17歳になって見習い期間が終わると、サウサンプトンに1年間赴任し、入荷するアポンタインに戻ってからは、鉄型職人として働いた。1879年に、 回収派協会からメソジストに回収した。1884年に職を辞し、勉強と説教に没頭した。1892年、ヘンダーソンは、鉄工業者組合の理事になると同時に、労働組合政治の複雑な世界に入り、北東朝廷委員会の代表にも選ばれた。ヘンダーソンはストライキには、駅よりも、外の方が多いと信じ、できるだけ、 それを避ける努力をした。彼は労働組合連盟がストライキの発生を増やすと考えたため、その設立に反対した。1900年、ヘンダーソンは129人の労働者の代表の一人になり、ケアハーディによる労働者代表委員会の結成に参加した。そして1903年に、この組織の会計係に選ばれ、 バーナード・キャッスルの補欠選挙で下院議員に選ばれた。1906年、労働者代表委員会は労働党と名前を変え、29議席を獲得した。1908年、ハーディが労働党の代表を降りると、ヘンダーソンは党首につき、1910年まで務めた。1914年、第一次世界大戦が勃発し、労働党党首のラムゼー・マクドナルドが辞任すると、 1915年に首相のハーバート・ヘンリー・アスキスが連立政権の樹立を決めた直後、ヘンダーソンは再び党首に選ばれた。そして、ヘンダーソンは労働党出身の初めての大臣、教育大臣になった。1916年、デビッド・ロイド・ジョージがアスキスを辞任に追い込み、首相となった。ヘンダーソンは無人書大臣として縮小された、戦時内閣に止まった。 労働統計で他に入閣したのは、ジョン・ホッチとジョージ・バーンズで、ホッチは労働大臣、バーンズは年金大臣となった。戦時国際委員会の設立が内閣の投票で否決されると、ヘンダーソンは1917年8月に実職した。その直後、彼は労働党の党首からも降りた。1918年12月14日に、 行われたクーポン選挙でヘンダーソンは落選したが、翌年、ビドネスで行われた補欠選挙で復帰し、選挙後に労働党の院内幹事となった。1923年の選挙では再び議席を失うが、2ヶ月後のバーンディでの補欠選挙で、再び復活した。マクドナルドによる初の労働党政権でヘンダーソンは内務大臣に指名された。 この政権は1924年に、デイリーメール紙が掲載した、ジノビエフ当初の影響もあって敗北した。ヘンダーソン自身は1924年にも当選し、他の党員から壊れたにもかかわらず、マクドナルドの公認になることを拒否した。また、労働党内の派閥争いを懸念して、彼は、レイバーザネーションという小冊子を出版し、その中で労働党の目的を明確にしようとした。 興味深いことに、ソビエト連邦の共産党の代表、特にウラジーミル・レーニン自身は、ヘンダーソンを騙されやすい人物だとみなし、低く見ていた。1929年、労働党の野党政権ができ、マクドナルドはヘンダーソンを外務大臣に指名した。ソビエト連邦との関係が再構築され、国際連盟にも全面的に協力した。 国会では少数派だったが政府は正常に機能した。しかし、世界恐慌が発生したことで政府は危機を迎えた。委員会が国家予算が深刻な赤字に陥っていることを発見して1931年に危機が訪れた。これによりイギリスの金融システムが信頼を失い、金本位制でのポンドの地位を脅かした。労働党政権は金本位制を維持して、 予算のバランスを取ることに合意したが、いくつかの提案は否定された。ヘンダーソンは、閣僚の約半数が雇用保険を削減することに反対であることを知り、辞任した。1931年8月24日、マクドナルドはこの危機を乗り切るために、すべての政党の議員を入れた緊急の挙国一致政府を作ることを宣言した。しかし、 ヘンダーソンを党首とする労働党はこの政府を拒否した。経済や政治の状況は不透明ながらも、挙国一致政府は選挙の開催を決定し、与党はイギリス選挙史上最大の地滑り的対象を収めた。労働党は46議席に止まり、ヘンダーソンも議席を失った。翌年、彼は党首を辞任した。ヘンダーソンは、 クレークロスでの補欠選挙で、また国政に復帰し、戦争を止めることに、残りの余生を捧げた。彼は、世界軍縮会議を主催し、1934年には、ノーベル平和賞を受賞した。ヘンダーソンは1935年に72歳で、死去した。息子のうち二人が、労働党所属の政治家となった。次男のウィリアムは1945年に、 三男のアーサーは1966年に男尺となった。ホップキンス、エリック、A s ソーシャルヒストリーオブザイングリッシュワーキングクラス、ス1815から1945、ホッターストトン1979、P219。ありがとうございます。